はいどうもタオルマンと申します。熊野レストラン実況プレイ続きをやっていきたいと思います。なんかねゾッとするようなね、感動する、まあ感動もするけど俺の中ではゾッとするような感じも少しするほのぼのゲームでございます。やっていきたいと思います。続きから、はい、この前ねレストラン1日目の作業終わって寝るとこですね。寝ましょう。寝ますか？寝る。ふう、何時ぐらいでしょうね。俺はだいたい1時2時ぐらいに寝てますということにしましょう。よいしょ、まあ、通知はごめんなさい。え、何それ、すごーい。私にもやり方を教えて。ねえってば。ん？断片的に夢見るんだよね。さあ、まあ悪い夢ではなさそう。昔俺はねバルタン星人に追われる夢を見たからね。さあ起きました。まあ起きたら着替えましょう。これね着替えなきゃいけないみたいなんですよね。さあ座って、ああ過去ログは見れるのね。過去ログは見れると。でも見ないよ、朝からこんな切ないの見ません。さあ仕事しましょう。うん、お客さんいますね。おはよう。今日も頼むぜ。結構ノリ好きだけどね。いつもの通り頼むよ。さあ行きましょう。この人謎なんだよね。注文いつも決まらないんだよ。いつかフラグ回収するんだろうね、多分ね。で、この部屋はクマさんの部屋で、なんかね、多分卑猥なものがいっぱいあって入れないんですね。で、こっちもつまみ食いしたらダメみたいです。ね、ここにね、怪しい電子レンジがあるんだけど、まあそれは置いといて。じゃあ行きましょうか。この人の注文取りましょう。なんかね、ちびたくんみたいな感じで。はい。え？笑われちゃうかもしれないけど、笑われちゃうかもしれないけど、カップ麺が食べたいな。お店に来てカップ麺。笑わないよ。うまいもんね。正直一番うまいもんね。ダメかな？いや、ダメじゃないです。大丈夫です。今すぐ持ってきます。はい、店長、カップ麺。なんだ？カップ麺？最近のお子様はそんなんでいいのか。まあ、作るけど。リアル。あ、鳴ったね。お湯鳴りました。沸きました。はい。はい、カップに注ぎます。あるんだね。特別出血サービスと。ああ、卵入れてくれてる。それ余計だな。俺はそれいらない。俺それいらない。あ、はい、わかりました。すぐ持ってきます。はい。と。やったー！あ、卵も乗ってる。友達と一緒にこうやって食べたっけ？ママに怒られちゃうかな。もっとみんなと遊びたかったな。消えていく。含むな。入っちゃいけない。分かった。こっちからな。思い入れのある料理ってのは人それぞれだな。次次。来たね。女？男？女だよね。行きます。このギャルっぽい子にちょっと話しかけてみましょう。あら、どうも。欲しいもの？そうね。ちょっと待ってね。これこれ、このお店のプリン。シャメか？みんなにアピールしなきゃ。そうだね。ツイート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 。記憶のかけら。はい、店長。え、プリン？おう、プリンならあるぜ。早っ！クマはプリンを見つめている。クマはプリンを見つめている。お前のか、これお前のか。何その何、無言の表情で攻めてくるのやめろ。よし、持っていく、うん、お前のだな。もう覚悟決めたな。よし。あ、かわいい。さ、でと、写真写真、ツイート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 。この角度がいいかな。っていうか、ちょっと邪魔。ああ。おう、撮って。うん、こうかしら。可愛く撮れた、満足。アップロードしようっと。ツイート。食わねえのー。ちょい。食えや。失礼。
どうすんだよ、どうすんの、取れない、え、マジえ、マジ写真撮ってたっけ、ちょっと待ったな動き始めた、失礼、あ、写真撮るばっかりじゃなくて味わったらどんどんだい、ダイエット中なの、もう十分痩せてるじゃないか、うるさい、食事中にスマホいじるのもやめなさい、パパみたいなこと言わないでよ、分かったよ、食べるわよ、おいしいでしょ、クマ、ちょ待って、クマ近くない、クマ近くない、もう沿ってるよね、あの沿ってるよね、鼻とかね、うん、おいしいよパパ、含むな、ごめんねパパ、ごめん、ごめんね、含むな、これね違うんですよ、このレストラン、あの1個目見た人分かると思うんですけど、これ死んだ人がどうやら来るらしいんですね、うん、なんか死んでから1個なんか食べたいから来るみたいなんですよ、そうなんですね、そうなんですよ、なんだかな今あのこの過去を見たくないな、よし行きましょう、あの叱り方おっさんっぽかったかな、うん、おっさんっぽかったね、さあ行きましょう、おじいちゃん行きましょう、どうもこんにちは、いらっしゃいませ、オーダーは何ですか、来てみたものの、わしの欲しいものはないと思うよな、そうですね、そんなことないですよ、そうですね、そうですね、じゃあよな、おい来てみたもののもう一回かよ、いやー俺がごめん、俺が間違ってた、わしの欲しいものはないと思うよな、うん、ごめん、そんなことないですよ、実はママのオムレツが食べたい、子供だった頃のもうどんなだったかは忘れちまったがって言われてもね、よし、お母さんのオムレツ本人もよく覚えてないんじゃな、うん、これはだいぶ案件だな、任せた、いえ行きたくねえよ、ちょっとおじいちゃん頭の中覗きますね、はい、あのちょっとおじいちゃん頭の中覗きます、はい、ちょ痛くないですよ、痛くないですよ、はい、入ってきます、はい、入りましたね、うーわ超金持ちだな、じじいになってもママっていうくらいだからね、さあ少年だ、漫画に夢中のようだ、カラフルな漫画だ、ブーンと悪役が爆発するシーンが描かれている、ママがいそうなのこっちかな、奥の方で準備をする音がする、邪魔しないでおこう、ソファーだ、ここに座って読書をしたいなみたいな、よっしゃ来い、おいかっさい、ほらご飯よカツオ、今日はオムレツだよ、え、オムレツ、やった、あこらちゃんとグリーンピースも食べなさい、え、やだ、食べたら漫画読んでもいいわよ、頑張って、分かったよ、ええ、ちょっと待って、味分かんなくない、おい、ふむふむ、なるほどね、もうあれで分かっちゃう、くまちゃん、はい、割っていく、混ぜていく、かわいい、はい、ここから正念場ね、はい、これがうまくできない、俺は料理下手で、これ絶対女性にモテるやつだね、おっとできたぜ、かっこいい、持ってくね、はい、これは本当にママんの、おいしい、あグリーンピース、あんな嫌いだったのに涙が、もう大丈夫だ、ありがとう、
今日はそろそろ休憩にするか。座って待ってな、まかないを作るから。おっと、ちょっとこの前1日目と違うね。何作ってくれるんでしょうね。俺はとりあえず唐揚げが食べたいですよね。はい、あまりも、あー、チャーハン、うん、いい。あまりもので作ったチャーハン、初めて会った日もこれ作ってやったっけ。あー、お腹減ってくる、お腹減ってくるな。俺がこっちに来たばっかりの時、お前を見つけたんだ。駅か。今日は誰もいないな。戦争が起きたりしたら人で溢れ返るんだがね。あのね、死んだ人が来る駅みたいなんですよね。おい、クマが動く。こんなものが必要なのか。どれくらいの間ここで過ごすことになるんだろうな。うわー、なんか動き始めた。天国行きの列車。天国に行けば全ての苦しみから解放される。だが俺にはまだ。ちょっと待って。ちょっと、やりた、やり残したことが。帰ろう。ちょっと待って、どうしたんだい、こんなところで。自分が誰だかわからないんだね、俺と同じ。わあ、そうか、こういう感じか。ああ、なくなって。ほら、最近レストランを始めたんだ。うちで働かないか。猫の手も借りたいからね。うまいこと言ってんじゃねえよ。好物が分かれば記憶も戻るかもしれない。悪い話じゃないだろう。腹も減ったろ、おいでよ。行くわな、俺も行くわ。お、びっくりした。天使の輪っかみたいに見えるじゃん、皿が。懐かしいな。まだ好物は見つけてやれてないが、まあなんとかなるだろう。うまかったかい。今日はもう寝よ。あ、彼らの記憶は見れないんだね。あ、入れた、厨房に。駅の方に行きたかったら。じゃあ行けるのか。見ますか。じゃあ皆さん見ましょう。彼らの過去が見れるので。こっちは天国行きは逆方向ってことは、こっちは地獄かい。よし、いるね。この女性の方と、あそこの鉢巻きしたおっちゃん、タオルじゃない、ネクタイ巻いてるね、おっちゃんとこのデブッチョは話聞いたんですよ。で、とりあえずこの子供と女の子重たそうなんで、おじいちゃんからちょっとやってみますかね。昔話を聞きたいのかの。昔話を話してください。ほっほっほ、覚悟はできてるのかの。ちと長くなるぞ。わしの家は先祖代々農家でな、広大な大自然でいろんなものを、作物を作っておったのじゃよ。そして無限ともいえる時間が過ぎた。どういうことなのじゃ。どういうことなのじゃ。ほっほっほ、話させて楽しかったぞい。猫は飼ったことある？おお、あるぞい。うちには6匹おったかの。犬も3匹、牛は20頭、羊は50頭、あとは鶏に、うさぎに。昔話を聞きたい。人生は楽しかった。この辺から重たいね。素晴らしい人生じゃった。道半ばで死んだ友人も多い中、本当に幸せもんじゃよ。わかるな、本当にな。最後まで生きられた人たちは本当にすごい人たちよね。おばあさんは？ばあさんには悪いことをした。こっちに来てから来たら引っ叩かれるじゃろうな。何したんだよ。じゃあ今度この人に行きましょうか。ん？なんかよ、いつもスマホ見てるよね。撮った写真をテンスタに上げてるんだよ。みんな私の写真が好きみたい。うわー、私結構フォロワーいるんだ。俺今2000人来ました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。写真見せて。いいよ。これが原宿のカフェで食べたケーキ。こっちは超有名なお店のクレープ。え、食べ物の写真はいいって。じゃあこの写真はドゥ。
さっき撮ったやつ結構漏れてると思うんだけど。時計じゃないね。うん、わかるよ。話そらしたくなる気持ちはわかる。加工しすぎ。これくらいがいいの。みんなこうやって彼氏ゲットしてるんだから。ああ、結局一度もちゃんと彼氏できなかったな。せめて一度ぐらい夢の国でデートしたかったな。夢の国ね。夢の国ね。まあ夢の国よりも今大阪の夢の国の方がね。まあいいや。時計だ。話変えたい気持ちはわかる。よし。かわいいね。え、ほんと？今日メイクサボってるよ。でも、そう言ってもらえて嬉しいな。もっと気合い入れて写真あげまくっちゃうから、よかったらフォローしてね。チャンネル登録してね。みんなもチャンネル登録してね。やっぱ女性はでもね、すっぴんが一番ですよ。本当に。テンスタって何？え、知らないの？テンスタグラム。え、知らないの？テンスタグラム。え、知らないの？テンスタグラム。みんなやってるよ。ほら、こうやって写真を投稿するの。そしたらみんながいいねを押してくれるんだ。 KWL に出るためにはいいねが、まあいいや。この間上げた写真は300いいねくらいついてさ、もはやこれはテンスタグラマーなのでは。うん、わかるな。俺もその囚われてる感じはわかる。囚われちゃうよね。楽しくなるからね。うん、時計が止まってるように見える。わかるよ。また後でね。とりあえず話を切っていく、止めていく、かよけていく、待て。よし、この子行きましょう。カップ麺美味しいよね。よく高そうなレストランに連れて行かれたんだけど、あれれ、僕は友達と一緒に食べるカップ麺の方がずっと美味しかったな。あれれ、あ、ちょ、こっちで友達できた？コナン君。うん、まだまだだよ。早くできるといいな。あれれれれ、殺人事件にあっちゃったのかな。ゲームは好き？うちは厳しくてゲーム機が買ってきてもらえなかったんだよ。まあ俺んちはね、結構親父が買ってくれたんで、スーハミとかすぐ手に入れたんだけどね。プレステが出た時に俺セガサターン買っちゃったんだっけな。でね、プレステがなかなか手に入んなくて、あれだったかな。それは辛かった気がする。 FF が流行っちゃったね。まあいいや。だから友達の家行った時だけよく遊ぶ。そう、その通り。俺も友達の家に行って FF やってるの見てた、ずっと。天国でもゲームしたいな。死んだことは理解してるんだね、この人ね。コナン君ね。体調はどう？前まで体調悪かったんだけど、すっかり元気になっちゃった。うわ。死んだら元気になったって、ちょっとおかしいよね。うわ。最後の晩餐も済ませた。あとは行くだけだ。じゃあ戻ろう。熊のうちに帰ろう。よし、寝る。じゃあおやすみなさい、店長。もう寝る。さて、見ていきましょうか。この人とこの人とこの人は、もう見たので、こっから行くんですけど、おじいちゃんから見ていきましょうか。で、これ記憶のかけらって言って、その人の過去が見えます。チェックします。おじいちゃんね、寂しかったって言ってたけど、おばあちゃんのくだりが見えるかもしれないね。ダイブします。はい、おじいちゃん、頭の中開いてください。メリ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 。ああ、座ってる。ソファーに。今日も静かだのー。ばあさん、すまんのー。もう、治療の痛みも、みんなに迷惑かけるのも耐えられんのじゃ。素晴らしい人生だった。うーい。急。じゃあこのテンスタグラム、テンスタグラマー見ていきたいと思います。はい、ダイブします。女性の中にメリ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 、男のロマン。はい、見ていきたいと思います。これどこ？電車？またパパか。ムシムシ。うざい。ほっといてって感じ。おや、なになに？ちょ、何？変なの来たよ。ねえ、ねえ、何ですか？一人で何やってるの？うざ、うざ。前から気になってて。キモ。
ねね、だからね、あのすいませんけど消えてもらっていいですか。私彼氏いるんで。彼氏、そうだ、ま、毎日見てたけどそんな人いなかったよ。やば、いるの彼氏、僕がこんなに好きなのに。なんで意味わからないよ。毎日手紙書いたりお花送ったり、警察呼ばないと。毎日君が無事に投稿できてるようにずっと見て待ってたんだよ。なんでよ、答えてよ、僕はこんなに愛してるんだよ。怖い、お願い早く通じて。だって無視してた、もうお父さんには通じないよね。何、誰にメッセージしてるの。彼氏なの。何だったよ、俺の気持ちどうなるんだよ。うおー、違うよ、そんなつもりじゃ。うおー、刺しちゃってドロドロ、私バカだ。やばいね。じゃあさっきのコナン君見ていきましょうか。なんか友達できなかったって言って体調の話してたから病気だったのかもね。チェックダイム、メリメリメリ。ほらね、それでさ、先生ったら本当にバナナの皮で滑ってやんの。めっちゃ怒られたけど、見たかったな。元気になったら一緒にずっといたずらしようぜ。絶対見てくれよな。うん、絶対すぐ良くなるって。じゃあまた来るね。うん、ありがとう。友達っていいな、本当ね。友達大事にしろよ。男友達、女友達、同性の友達は本当大事にしろよ。一生もんだぞ。頑張って元気にならないと。あ、ちょい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 、嫌だよ、死にたくないよ。はい、ということでね、やばいね。2日目の、業務終わって2日目に来たお客さんの、やっぱ記憶にダイブしたんですけど、やっぱり重たいね。やっぱインスタグラム、ツイッター頑張ってる女の子とかね、リアルにいるしね。おじいちゃんも辛かったのかな、人生が。でも素晴らしいって言ってたけど、まあ病気の子も大変だったしね。まあいろんな子がいるよね。まあそんな感じかな。やっぱね、最後がこういう感じになっちゃうのよ、このゲーム。だから最後、何、エンディングまでたどり着いたらどうなるんだろうっていうドキドキはあるんだけど、ぜひね、最後まで見てくれたら嬉しいです。よければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この続きはまた明日以降あげますので、ぜひ見てください。それでは皆さん、じゃあのって言いながら着替えよう。